そのだけえばレース展望です。この時間は1月3日木曜日の展望を行います。この時間の解説は放置新聞の倉田正樹さんです。新年明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。え新春最初の2日の開催が終わったばかりです。 ええ、なんと初日から吉村騎手三勝、そして飯田騎手も、飯田厩舎も二勝ということで。昨年のリーディングコンビがいきなり躍動を見せた初日でしたね。ねそうですね、もう全、ぜあの、去年の勢いそのままに、まあ、今年も、あの、はい、突っ走りそうな勢いでしたけど。そうですね。はい、ええー、ということで、ね、まあ、初日もかなりお客さん入っていただきましてね、盛り上がってましたね。ねはい、もうゴール前なんかすごい熱気でしたからね、はい、もう大歓声がね、響、はいてました。はいはい、えー、明日三日、明日四日と、ええー、あさって四日と、残り二日間、新春開催続きます。どうぞ、ご期待ください。 では3日の展望に参りましょう重賞の新春賞が行われます伝統のハンデ重賞ですそれから明は兵庫リーディングジョッキーズカップの第3戦第4戦と2つのレースもございますどうぞご注目くださいではまずメインレースの展望からいきましょう重賞の新春賞12頭立て1 8 7 0メートル戦です えー、このようなメンバーになりました。ハンデトップは五十七キロ三頭います。一番遠心ニシパ、それから四番タガノベリテ、そして十二番キクノソルという三頭トップハンデです。それでは倉田さんの印です。こうなりました。えー、トップハンデの一頭四番タガノベリテにまず本命ということで、まあハンデの重たい三頭にそれぞれ、えー、本命対鼓呂三角ということですね。そうですね。あのやはりこの三頭がまあもう ハンデ通りにあの時速的にも一歩上なので、はい、ええー、まあ密と埋めの戦いになるんじゃないかなと思って想定しました。うん、はい。はい、でまずは昨年節配を56.5キロで勝ったタガノベリって今回57キロですが本命の理由から聞きましょうか。はい、そうですね。あの前走はまあ流れが向かなかったのもあるんですけども外枠というのもちょっと意外に答えてまして、はい。まあこのまああのどうしてもカーブで流れるところがあるので、うん、まあそういう意味であの打ち打ちで溜めて最後はまああの勢いをつけてカーブ 曲がるというふうな意味で、えー、まあそういう意味では今回あの4番枠なのでその枠の近辺でじっと我慢していれば、まあ、最後、すっとコーナー回れるという意味で、はい、まあコーナーリングのスムーズさを勝手の本命ですけど昨年の金杯6着は外枠が答えてしまったというところですかです、ね、ちょっと思ったほど動いていてけなかったですもんね、はい、そうですね、はいまあそのあたりにも、まあ、フットワークの大きい馬なのでね 不きをさというのが出たのかなという気はしてますけどもね。明日はイン周りで、はいえー、レースをすれば。おのずと結果はついてくると見たわけですね。そうですね。はい、あの、切配でも、もう上がり三十七秒台の。いいや、使ってますのでね、うん、もう、本当にハマれば、あの、切れ味という点で、あの、この三頭の中では一番上かなというふうに見ております。はい。 それから対抗は12番の菊野まあ無冠の大輝と言ってもいいでしょう、昨年も重賞でたびたびね、構想あるんですけれども、ね、まだ重賞タイトルがないという一頭、はい、昨年このレース3着ででしたそうですね、まあ、この,あの一戦がまあ昨年、デビューのなった、ここのソノのデビューになったんですけども、はい、そ,まあそこでいきなりあの見せ場作って3着だったので、うん、まああの今年こそはという気持ちは強いと思いますね。はい まあこの馬も本当にあのしぶといんですけどもなんかあの直線に入ってムチを入れると嫌がるという面があるのでね、えー、その辺をどう克服できるかですよね、まあ、今回、外枠なのでスムーズにあのすんなり回っていけばまああの直線半ばぐらいまで汗はあめられるのでまあそういった意味ではそこまであのステ木キ使わなくてもいいのかなというふうに乗り方次第ではあの十分チャンスがあると思いますね。 ちょっと気象面の難しさというところがね一つネックにはなっているんですが、はい、実力は間違いなく勝利、ね、というね、きのそれです、はいえー。それから重賞6勝馬も昨年なんと重賞2着が6回もあったというね、はいえー、一番の栄進失敗羽隠れ大賞典の勝利はあれこそまあちょっとね2着6回というのはなかなか歯がゆい1年でしたよね。そううですね,うですねもうあのー、本当に 1>, あの1年を通して盛り上げてくれたんで、はい、あのでなんとかあの1つの重賞を取ってほしかったんですけども、うん、まあその分、の今年にかける意気込みも強いのでこのレースまあ内側であのすんなり先行する前にとってねこの内枠というのはまああのゲートさえ決まればあの楽にその自分の位置を確保できるんでねあので本当にいいい枠だと思います、はい、まあ本当にこの,あの上の3とはねあの差がないのでどういうふうに出るか。 遠心西馬の場合は前回からブリンカーをつけて、はい、よりあのレースに集中できるようになったと思うので、ね、うそういった意味ではあの仕掛けるタイミング次第でも十分チャンスはあると思います。はいはい まあ新春賞といえばおととしこのレース勝っているまでその時はあは橋本忠雄調教師の、ね、引退というところで花道を飾る勝利も飾った馬ですけれども、はい、明日も期待が集まるという西パーです、はい、えーそれから後と白三角2頭ですが2番のクイントゥープルと6番、清正この2頭いかかがですか、はいまあ、クイントゥープルの方はもう昨年の夏ぐらいからもう本当に安定して走ってますし、はい、あの前走の,あの金牌でもそのボーバー相手にそこまで差のないレースをしてますのでね。はい え前走よりも2キロ軽くなって5 2キロもう少し時計は詰まってくると思いますのでねえ流れ次第ではあの上位争いに食い込んでくるんじゃないかなという風に見てます姫山菊花賞の3着この時5 4キロでね3着ありましたからそこよりも2キロ軽い状況で明日はちょっとこう大穴うペース次第では。もう 前が有力馬揃ってますのでね、はい、牽制試合いというか意地の,の張り合いになれば速、うん、くなりますしそうなるとこの馬の,、はい、あの向きの展開が見込めますい。それから6番の清正にも印入ってますが、はいまあ、あのこちらも本当にあの大崩れしてないので、ねはい、あのレースぶりも器用ですし、うん、位置取りが。 まああの流れを見てすんなり位置取れると思うのでね、えー、中段でうまく足をためることができれば、はい、あのまあ一発は十分あると見てます。はい。はい、ハンデ戦です。ではフォーカス見ておきましょう。三、えー、連単まず四番タガノベリテは一日弱は絶対外さないと見て、はい、で一番永新にしパと十二番菊のソルもまあどちらかが一日弱来るだろうと。はい いう買い方になりますで、先ほど記しなかった3番 3PI とか5番エイシンミコロスも三着には入れたいということですねそうですねあの、はい、本当にあの力つけてる量なのでね、えー、あの展開が紛れてくれば十分三着には食い込んでくるかなと見てます、うん、はい、えー、ということで第61回新春賞明日行われますどうぞご期待くださいさあでは一つ前の順メインも見ておきましょうこちらは楽天競馬賞6番コーズウェイ取り消し9頭と変わりました印です 3連勝中3馬ハニーロコガールが本命ということですが。が 本当にあの金層、充実してますので前走なんかでも消去戦でどこまでやれるかなと思ったんですけどもまあ4コーナーから先頭に立ってあのもう力,力強くかけて押し切るというものの内容だったのでねさらに上のクラスでもやれそうな感じのレース運びだったので、まあ、勝って55キロなんですけども、まあ、2走前にあの克服してますので、うん、その点も問題ないのでね、はい、あの本格化になった今だったらもう本当に4連勝に向けて、まあ、資格は非常に少ないかなと見てます。 はい、で対抗が9番のローレン・アイザック前走2着、いい足使いましたねそうです、ね、もしまいの足は際立ってましたもん、ねはい、あので、まあ、ましてや勝った相手がステップシュートだったのでそういう意味ではあの光る内容だったので今回も、ね、そのペース次第なんですけどもうまく中段ぐらいいけば、ね、十分届く計算になるので、ねはい、道中の位置取り次第ではという感じです。うん はい、それからずっと馬券に分からんでいます。四番一年三組。三連続に着と、本当あと一歩なんですけどね,そうですね。本当にこの馬も惜しいレース続いてますんでね。はい、あの、まあ。 あの仕掛けどころが難しいところはあるんですけど、ね、うあのうまくタイミングが合えばあの、まあ、十分あの、ハニーロコガールに迫るだけの力を持ってますんでね、はい、まあしかも前回,前回と比べて今回はあのハニーロコガール牝馬ということもあって1キロ差、えー、5 5キロ対5 6まあその辺りに、ね、つけ込む隙はあるんじゃないかなという感じはします、はい、あと白三角2頭ですが番番と7番、はいまあ、エルマリアちゃんにちょっと展開が向かず厳しいレースが続いてます。けども まあ壺にはまったら本当に一発はあるんでね3、うん、着争いぐらいにはあの警戒が必要ですし、まあ、カトラスもあの前,前走、まあ、ちょっと後ろからなったんですけども、はい、まあ中段ぐらいにつけられたらあの十分突っ込んでこれるんじゃないかなと見てます、はい、カトラスは今回、距離延長 1400m 出走ということです、まあ心配ないということですね,そ,うですねそれは心配ないと思います、うんはい。ということで一取り消しの九投立て楽天競馬場のフォーカスです。 こちらは三番ハニーロコガール頭固定で二着も九番と四番でもう三着には九番四番入れないんですね。そうですね。まあ、はい、あのもう本当にあのこのレース点数広げるとあまりあのあの儲かるというかあの<ー>ねあの幅が狭めてあの思い切って勝負いった方がいいんじゃないかな見てあの発展にしました、はい。ということで十レース展望してまいりました。三時十五分のスタートです。ここまで解説放置新聞の倉田雅樹さんでした。どうもありがとうございました。どうも失礼します。